幸せなんか？あ？ケンジは幸せなんか？秋祭り、一丁レブシやりたいな。何言ってねえって。秋祭りをやらんって言ったろして。だけど、なんかせんと商店街に人来んやろ。何やっても来んって。幸せって、なんやろうね。福井には、ないものかもしらんね。あ、お疲れ。うん。ちゃんと掃除しろよな。お前まだやってんの？ああ、もうトイレの住人だよ。わざと奥さんの言いなりになるってやつで。そう、騙されるふりするぐらいのがな、ちょうどいいんだよ。柴田さんはなんで不動産屋で働いてるんですか？夢だって。写真展だっけ？もう写真やってないんで。体大丈夫な？大丈夫だ、心配すんな。いや、お前しゃあないんだって。しょうがないっすよ。柴田さんの写真好きでしたよ。やめろよ。でもさ、本当男ってバカだよね。まあ、でもそれがいいんだよね。